バイク女子チャンネル。皆さんこんにちは、パルパレです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020猿払を抜けていよいよ紋別まで向かいます。よかったら最後までご視聴お願いします。それではスタート。よいしょ。さてさて行くんですけど、やばいよ。1時間以上休憩しちゃった。頑張んないとやばいよ。ガソリン入れないとダメだね。エネルギーを素敵にしてもらおう。エネオスで。ここのエネルギーを素敵にしてください。ということで、もう今2時なのに、あと100キロぐらいあるっていう。くまったなぁ。前の人、北海道の人だね。北海道に住んでたらね、結構キャンプツーリングしたいの。出すとなかなかな気温です。ちょっと前の人のマス通しをどこまで一緒かな。これで30キロとか40キロくらい一緒だったら面白い。もう仲間みたいな。あーすごーい、気持ちいい、気持ちいい最高。おーこれは気持ちいいよ。あの人スピード出しすぎでしょ。マス通だよ、置いていくなよ、これを置いていくなよ。マジで速いんだけど、どんどん、信号止まったら隣に止まってみようかな。こんにちは。すげー迷惑なやつ。あれちっちゃいカラス、沖縄みたいな、ちっちゃいカラス。そう、沖縄で思い出したけど、もずく、北海道のもずくが超美味しい。エカブとかに近い。シャキシャキしてて、すごい歯ごたえが良くて。あーすごい、でかいね。到底これに挑もうって言うんだからすごいよね、人ってね。この自然に。おじちゃん泊まるらしい。バイバーイ。残念、マス通できませんでした。紋別109キロもあるって、やっぱ着くのが今日。緑豊かですね。238号、ね、その分鹿ちゃんだけは注意しないと。鹿ちゃん、いやー素晴らしいな、本当に生きててよかったな。死なないで生きてるとね、いいことあるんだよね。残念ながら悪いこと多いけど、いいこともあるから、誰かを助けたりとか、誰かに助けられたりとかもありますよ。体に優しいツーリングプランを立てて今回はやってまいりました。体に優しいということはね、心にも優しいですから。北海道に来て5日目で初めてのセイコーマートに入ってポテトと牛乳を買ったんですけど、ね、見てこれさ、ポテトがさ、北海道なのにさ、ポテトのポテトがアメリカ産みたいななんで北海道産じゃないんだよみたいな。あと牛乳はこれセイコーマート北海道牛乳。まあ味的にはこの間の D51 ステーションのやつの方が多分美味しくて、あそこはねかなりクオリティ高いと思うからおすすめです。はい、また今度はセコマで1時間遅刻休憩してしまいました。もう肩が重くて首が痛くて厳しいんだよ。さっきさ、ここをさ、小学生の自転車の集団が男の子の通ったんだけど、なんかめっちゃこんにちはとか言ってめっちゃ挨拶されたんだけど可愛らしい。もう結構やばいよ、もう結構やばい。また2泊ぐらいして休みたい。頑張って走らなきゃ。久々のライダーさん、すれ違い、バイバーイ。いい、すれましい。やっぱさ、ポジションこういうバイクだとさ、めっちゃ楽だよね。あ、今この姿勢になるとね、めっちゃ肩楽だもん。やっぱさ、体重とか、あとこのさ、パソコンとかカメラとか入ってるリュックを背負ってるのがすごいのしかかってくるんだよ。さ、のっぱらで寝たいんだけど、こういうのっぱらってさ、ダメだよね。こういうところって多分誰かの牧場とかなんだよね。もう野原でハイジのようにパンってやりたい。ボックスをパサッ。でもさ、鹿注意って言ってもさ、そんなにさ、そこまで飛び出してこないけどさ、都内とか行くとさ、マジ車注意だよね。鹿より飛び出てくると思うよ。鹿なんて全然飛び出てこない方だよ。逆方向に全然見える景色が違うからさ、すごいな。紋別33キロ、イエーイ。
嬉しい、やっと着く。あー気持ちいいでやんす。あー分別28キロ頑張ります。はい、それじゃあちょっとですね、今ホテルからこんな格好でトンチンカンのサンダル履いてんのにこれ着てるみたいな、この格好でちょっと徒歩12、3分ぐらいのイオンまで、固定がね、携帯用の充電式のやつを来る前に買ってたんだけど、それがなんかあんまり使えないので新しいのを探しに行きます。なんかこう知らない土地を歩いて回るのってなんかあんまり好きじゃない人もいるかもしれないんですけど、私は結構歩くのが好きな方なので、全然30分ぐらいとか離れてるぐらいだったら歩いちゃいます。夕日が綺麗です。夕日が見えてない、夕焼け。なんかねこれオレンジっぽく映ってるけど、もっとピンクっぽい感じ。はい、無事ゲットしました。今日はね、めっちゃ虫ついてるんだよね。うわ、もう虫が、そのまんま虫がついてる。結構なんか汚い。そりゃそうだよね、排気が。あ、これさ切ってない、やば。これさ、いつでもバッテリーハイって言うんだけど、壊れてるんじゃなくて本当に超バッテリーが持つのかな。すごいよ、インターフォンスポーツっていうやつを使ってるんだけど、わめっちゃなんか綺麗になった。見えるかな、結構黒い。そしてよいしょ、ここのところは磨くんですよ。これでメガネ拭きね、あといろいろ充電しなきゃ。充電するものはまずは GoPro。